今日は6月の2日朝から雨が降っております日本列島5月の末から梅雨の時期に入りました日本は年間を通じて四季の変化がありますねそして高温多湿の夏 低温乾燥の冬を中心に、その中間の冬から夏に向けて春、夏から冬に向けて秋。これが日本の季節の推移でございます。皆さんご存知のように、地球は23.4度傾いておりまして、日本は北半球にあります。そのため、 春夏秋冬の季節の変化、温度の変化、雨量の変化があります。今日は、梅雨について考えてみたいと思います。日本の6月というのは梅雨の時期、まあ紫陽花が綺麗に咲く時期ですね。日本は世界的に見て雨の多い国なんです。世界平均の2倍。 欧州や中国の3倍の降雨量水に恵まれた国ですねその理由は日本が極東の島国でしかも北半球にあるということ日本国民は雨との付き合う時間が多いのです大きく日本の立地条件の中で 下にオホーツク海高気圧があり、南に太平洋高気圧、小笠原気団があります。そして、北極からの冷たい寒気のオホーツ海高気圧と赤道からの暖かい暖気、太平洋高気圧が日本列島を行き来するんです。そして、この。 お坊ツカ海高気圧と南の暖かい太平洋高気圧のどちらの力も強いとそこに前線が停滞して雨や曇りが多くなるのです。春から夏にかけての梅雨、夏から秋にかけての秋雨がこういう理由から降るのです。6月、7月7は、 今まで強かった北のオホーツク海高気圧が徐々に弱まって南からの太平洋高気圧が力を強めるためちょうど日本列島でこの前線ができて停滞するのですそして徐々に太平洋高気圧が強くなってくると 徐々に北の大塚高気圧は北の方向へ行って真夏に入っていくわけです。そしてこの時期一年で一番早い日の出時刻は4時25分2023年度の下死は6月の21日です。そして今日は6月の2日ですが あとしばらく4日後の6月6日から21日までの合間日の出時刻は4時25分1年で一番日の出時刻の長い期間ですその6月の21日を過ぎますと徐々に夜の時間の方が長くなってくるとこういう循環を 日本はしておりますそういう意味で日本でなぜ梅雨が来るのかなぜ秋雨前線があるのかどうして夏は暑いのかこれは夏の暑いのは先ほど言いましたように太平洋高気圧に日本列島が覆われ 南からの暖かい空気が流れ込むこと。それから地球の地軸が23.4度傾いているために北半球にある日本は太陽の当たる高さが高く多くの 太陽の影響を受けるそれでこの夏至の頃というのは地軸が23.4度傾いておりますので北極の方向が太陽に面するわけです。ですから当然のことながら太陽が地面に当たる度合いが強くなるわけです。冬冬のの場場合、冬時の場合は 南極が太陽面に当たりますので北半球での日本あたりでは太陽の当たる力が弱いその結果寒くなるとこういう地軸が23.4度傾いていることと太平洋高気圧 オホーツク海高気圧の動きによって日本の春夏秋冬が生じますさらに冬の場合はオホーツク海高気圧の影響とともにシベリア気団が日本列島に影響を与えますそれから春から秋にかけてはその 偏西風が日本に西から東方向へ流れまた移動性高気圧が中国大陸から動いてくるその結果春から秋にかけては過ごしやすい気候になるわけです今日は冬と夏をつなぐ梅雨 この梅雨が終わった後、本格的に太平洋高気圧が強くなり夏が高温多湿の夏がやってくる今日は日本の梅雨についてお話をしました。